すぐにでも忘れたい。映画キャスト拍手でお迎えください。よろしくお願いします。こんにちは、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長回しがすごくて、なんかカメラワークもなんかトイレの中の、でもう俯瞰っていうんですかね、上からね、からもうずっと撮ってるみたいな、ドキュメンタリーみたいな感じの撮り方で面白かったです。NG もそんなになくて、なんか自然にやってもらいました。でもなんか台本がすごい長かったんですけど、なんかちょっと間違えちゃって、あ、間違え怒られちゃうかなと思ったら、全然セリフそのまま言わなくていいよって言われて、そのまま使うよみたいな感じでしたね。エマちゃんはファッションモデルをやってるので、もう洋服の話ですごい盛り上がったりとかして、あそこのブランドのあのバッグ可愛いんだけど、でもあの小ささのあの値段はちょっとどうなんだろうとか言って話したりとか、ずっとファッショントークしてましたね、はい、さっきも裏で。なるほど、はい、そんなエマさん、こうお洋服選びですが、自分なりのこだわりや好みってありますか？はい、そうですね、やっぱ私、まあ、こうファッションモデルというのをやらせていただいているので、普段結構いろんなお洋服に触れる機会が多いんですけど、やっぱりなんか選ぶポイントは自分が着ていてテンションが上がるお洋服を選ぶのがこだわりですかね。で、三股をかけられた3人が浮気男に復讐をするというお話なんですよね。3人で力を合わせつつ、それぞれが違ったやり方で復讐をするということなんですが、現実に三股かけられたらどう対処しますか？三股、なんかいやどうですかね、二股までならもしかしたらちょっと考えるかもしれないですけど、考える、あの許すかも。いや、わかんない、あどうだろう。でも三股はちょっとさすがにちょっと無理ですね、仲良くはできないです今後は。フェードアウトしますもん、自然に。なんかそういうことする人だったんだと思って、好きじゃ多分なくなっちゃうというか、冷めちゃってもう怒りもせずに消えます。怒らないですもう絶対、ね、怒っても無駄って思っちゃうから、そう、労力を使わずにそっと逃げ、もう消えます。賢いですね、それね。確かにストレスなく、イメージ通りです。すごいイメージ通りですか？、そんな感じなんですね。そうですね、あのとある作品があって、あのの撮影のシーンで、なんかこたつに、あの4人で、座って、正座しながら、あの2人に怒られて、あのその後の2人で私ともう1人の方が怒られるっていうシーンをやって、で出てけって言われて出ていくっていうシーンの撮影だったんですけど、すごいなんかこうもう殺伐とした大先輩たちで、緊張するね、緊張してもうこう間違えれないって時になんかこう怒られて、そこまでうまくいったんですけど、さあ立ち上がって出るって時に、あの正座し慣れてなくて、私両足捻挫しちゃったんです。立ち上がって、そうなんです。両足ね、痛い。いや、なんか足しびれちゃって、転んだの？いや、あ、なんかくじいちゃったんです、その場で、もう。で両足捻挫、ナチュラルくじきだったんだね。で、そこで、まあ、そこはもう頑張って一回乗り切ったんですけど、でも一回撮影も一回ちょっとストップしちゃって。そんな自分にちょっとリベンジしたいっていうね、そう、あの頃の私に、もうちょっとなんかこう事前からもう正座の練習しとけばよかったなと思ってたね。最後の最後で。個人的にはあの顔が薄いのがコンプレックスな女の子なんですけど、私もすごいそれでずっとコンプレックスだったんですけど、なんかこの役が、こういう役がついに来て、ついに、なんか今までそういうことあんまなかったんですけど、ついに、あ、顔が薄いって自分で言う時が来たと思って。そんなことないけど、もういや、そんなことないよ。でもなんかそういうのもその役に励まされて、なんかそういう自分も好きになろうよみたいな、この作品に励まされて、ポジティブな気持ちに、ね、もっと自分を好きになれました。